日本の東京大学で中国人が急増し、全体の 12% 超が中国人だったことが判明したようです。記事とネットの反応を見てみましょう。東京大学は年2回外国人学生数の調査を発表している。その最新版によると、中国人留学生は3396人在籍し、外国人留学生の 66.5% を占めている。東大の関係者が嘆く。今年5月の時点で東大の学部生は約1万4000人、大学院生は約1万3500人で、合計約2万7500人が在籍しています。約3400人の中国人が在学しているということは、東大に在学している人の 12% 超が中国人ということになります。また日本の高校などを卒業し留学生枠に入っていない中国人もいるので、実際はさらに多いでしょう。安全保障の問題から考えると、名誉教授が警鐘。留学生全体の数が増えることは国際化していることの証で、歓迎されるべき点もある。その一方で、特定の国の留学生が増え続けることに警鐘を鳴らすのが東大名誉教授の山内正幸氏である。東京大学は国の最先端の研究機関であり、国の安全保障に関わる研究も行われています。日本を取り巻く安全保障の問題から考えると、中国人が東大を席巻しここまで増えているというのは、リスクを懸念せざるを得ません。それではネットの反応です。留学生って日本の筆記試験を受けないから、事実上のコネ入学ですよ。中国の大学行けばいいのに。東大の研究成果を中国に持ち出すやつがいるに決まってるからな。公安警察と協力して監視活動だけはしていた方がいい。アメリカのように私立が中心ならそれもいい。しかし国の金で将来日本の敵となるかもしれない人物を育てるというのはアホではないか。なんで日本の税金で反日育てるの？最初スパイじゃなくてもスパイになる可能性がある。それが中国。結局これどうすればいいかって、まともな情報を国民に提供するはずのメディアが乗っ取られてるのが致命的だから、これを潰すべきなんじゃないかな。安倍元総理は日本のために頑張ってたけど、なんだかんだ甘かったのがいけなかったよね。潰すべきところは潰すべきだったと思う。ということで、外国人が 12% 超というならまだわかるのですが、中国人がっていうのが怖いですね。昔東京に住んでいたことがありますが、どこのコンビニに行っても店員が中国人だらけだったのを思い出し、ちょっと納得しちゃいました。中にはいい中国人もいるとは思いますが、韓国人とかだと生まれてこなかった韓国人だけがいい韓国人ということわざがありますし、生まれてきて日本に来ちゃった中国人は果たしていい中国人と言えるのでしょうか。と冗談は置いといて、最近では中国人に限らず移民が増え、トラブルが増加しているにもかかわらず、国が移民を推進しているのが本当に怖いですね。よく移民で話題に上がる川口市では、埼玉県で住みたくない街ワースト1になり、市の人口の 7.3% が外国人になり、住民は怖くて市内を歩けないと言っているようです。このまま政権交代がないなら石破さんが総理のままってことになりますが、今の時点でも言ってることがコロコロ変わっている石破さんですが、移民問題とかどうするんでしょうね。まあ石破さんが何を言おうが信用できないので、できる限り早く総理の座を降りて高市さんに任せてもらいたいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。